皆さんこんにちは、こんばんは。緊急速報です。タレコミが入ったわけなんですが、発売4日前なんですけども、売り上げが大変なことになってますよということでですね、何が起きているのか皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。そしてですね、先日スイッチの後継機の続報来ましたよね。ということで、来年もし発売されるんであれば、ドラクエ12の続報が来るんではないのかなという話もね、ちょっとしていきましょう。そしてですね、海外のドラクエ3 HD2D リメイクの先行プレイにですね、ロマリアの1シーン映されてるんですけども、とある場所のですね、作り込みがすごいということで、こんなに変わんのかよっていうシーンがあったので、ちょっとそちらをですね、皆さんと一緒にですね、最後ね、見ていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、タレコミが入ったんですが、売り上げが大変なことになってますよということで、何が起きているんでしょうか。早速見ていきましょうということで、こちら見てください。 Amazon の売れ筋ランキングなんですが、今現在ですね、はい、10日の、今早朝なんですが、ゲーム売れ筋ランキングということで、1位2位、まあこれは一緒ですよね。で、4位まで来ました。はい、こちらですね、ちょっと見ていきましょうかと思うんですが、ちょっとね、プレステ5版の特典の方ついてたやつがもっと下だったんですよ。これも13位ということで、いくら売れてるのか。まずですね、1000点だったらが2000点になっております。でですね、こちら4位に入っているですね、特典がついてる方のちょっと高い方なんですが、これ6000とか5000点だったんですが、7000までいきました。すごいよ、7000ってすごくないですか、そもそもが。で、見てください、こちらなんですが、プレステ5版が1万点、これは一緒でしたよね。はい、でですね、大変なことになってるのがこちらですね、任天堂スイッチ版なんですが、過去1ヶ月が5万点です。おめでとうございます。これですね、何がすごいのかというとですね、過去1ヶ月の5万点なんですが、今年でこの5万手数字を叩き出してるゲームはないんだよね。これがすごいんですよ。でですね、まあ、先で言うと売れてるってゲームで言うと、例えばスーパーマリオパーティージャンボリーで言うとですね、これ4万点です。はい、4万点。やっぱマリオ強いなって言われているわけなんですけども、こちらなんと5万ということで、噂だとなんかね、5万ちょっともう後半差し掛かってるんじゃないのかなということで、これ6万なんて言ったら大変なことになるんですけども、まあただ発売前が一番多分ね、予約数も入ると思うのであれなんですが、とにかく5万ということで、今年今のところですね、パッケージ売り上げで Amazon で言うとですね、一番売れてることは間違いないのかなと思います。ただですよ、ただですよ、これね、いつも言うんですけども、ドラクエモンスターズ3の時がこれ、発売日で3万点だったんですよ。で、36万いったので、じゃあ5万点だから50万いってるのかって話になってくるんだけど、50万いってそうな気がするんですけども、パッケージの初週売上で50万ってなかなか聞いたことないじゃないですか。で、今年で言うと間違いなくパッケージ売上初週国内一番売れると思うんですよ。で、ファイナルファンタジー7のリバースが26万ぐらいだったと思うんで、24万だったかな、まあ、多分20万台は間違いないんですけども、まああれはまあプレス5独占だったのもありますけども、でも20万台だったり、あのファイナルファンタジーですから。で、去年で言うと、モンスターズ3ですか、モンスターズ3がですね、36万初週売上ということで、まあそれは超えると思うので、40万は硬いんだよね。ただどこまで伸ばしていくのかということで、50万いくのかどうなのか、まあこれで見ると全部でね、合わせるとプレス5も1万点いってるでしょう。これすごいよね、最後の最後に。で、11月ってもうライバルそんないないでしょ、時期的にも。だから年末年始もこれめちゃくちゃ面白いねって言って、結構ずっとなんか地場売れしていくと思うんだよね。で、他で言うと、もうこっちでしょ、で、プレステ5だから、合算するとプレステ5とかも全部入れると、初週のパッケージ売り上げはもしかしたら50万届くのかなって話なんですが、ダウンロード版も今回売れそうな気しませんか。僕ダウンロード版で買うんですが、こちら見てください。ダウンロード版の特典ということで、まず幸せの靴があります。はい、で、ね、これいつもね、中盤で手に入るんですけど、序盤から使えるということで、一度は使ってみたかったみたいな夢のがねあるアイテムなんですが、あと力の盾3333ということで、まあね、皆さんね、わからないんですけど、まあ多分ね、勇者ガブ飲みさせるような気がするんですけど、これ3個ずつ全部あるって相当だと思うんだよね。レベルで言うと、これ全部使った時点でステータスで言うとどれぐらいいくんですか、5ぐらいなのかな使う使ってないと分かんないですけど、それぐらいの差があってもおかしくないのかなって思うんですけど、3か4ぐらいか分かんないですけど、ということで、まあこれ目的でね、変わってる方も結構多いと思うので、あとね、スクエニの公式の限定グッズもあったりついてるのもあるので、ちょっとあれなんですが、パッケージまあこういうのもありますからね、ということで、って思いきや Amazon でもあんな売れてるということなので、50万いくのか、
どうなのか、あと4日間でどんだけ売り上げ伸ばすのか、そして全世界売り上げね発表多分すぐ来ると思うので、いつ来るのかそこら辺ね楽しみにしていきたいなと思います。そしてですね、毎日これで動画出してるんで、こんなことね言われることあるんですが、オリジナル、そしてリメイク、遊んで今作ですね迷ってますということで、まあ3回目のねリメイクなので、まあエンディングで何かしらがある可能性が高くなってきたって話もしましたけども、まあストーリーのね部分で言うとそこまで変わりはないと思うんだよね。オルテガの物語があったりとかするので、まあ大きく見るとですね、まあそこまで変わってないと思うので、まあ迷ってる方もいらっしゃると思うんだよね。なんですけども、こちらの投稿見てください。今大変な話題になっているんですが、会社でですね偉い方々と面談がですね立て続けにあったのが、来週のドラケツリーリメイク、常務久しぶりにやろうかな、本部長懐かしいな買おうかな、副本部長悩んでる買おうかな、部長子供にスイッチ貸してて頼んでる、おじさまたちがみんな少年に戻ってるの可愛くて和んだということでですね、こちらね今ね大変話題になってるんですが、そうなんですよね。でオリジナルもリメイクも遊んだんだけどね、僕もね本当言われるんですが、今作迷ってる方いらっしゃると思うんだよね。でその迷ってる理由が金額だとしましょう、ちょっと高いなって思うんだったらやめた方がいいと思います。はい、セールとかねいずれ来ると思うので、安くなってからね、まあ金額で悩んでる方は安くなってから買えばいいと思います。ただですね、金額じゃなくて、まあ3回目のリメイクということで、オリジナルもリメイクも遊んで、いや今作またドラクエ3って思ってる方にですね、まあどんな楽しみ方ができるのかって話なんですが、今回ね、まあリメイクなんですけども、圧倒的に変わってるんですよ、 HD2D というもので。なので、まあ例えば小さい頃にですね遊んだ公園とかね、大人になって行った時に、うわ懐かしいとかで、ちょっと変わってるじゃないですか、あこんな感じで変わってるんだっていう感動というか、なんかこう興奮っていうか、ちょっと楽しみ方ってあるじゃないですかね。小さい頃で住んでた町にね、駅行ったら、えこんなに変わってるのこの町の駅とかいう感動ってあったりするじゃないですか。それに近いものが多分今回 HD2D リメイクとして蘇ってると思うので、そういう楽しみ方もあるんではないのかなと思います。僕はですね、楽しみ方で言うとですね、もちろん HD2D の作品が大好きで、オクトパストラベラーが本当に好きなので、あの世界観とかね、なので HD2D の作品新作として、そしてドラケンも好きなのでね、これだけですね、まあ、動画出したりですね楽しみしてるって言ってるわけなんですが、そしてオルテガの話があったり、ボイス付きがなってたりね、まあ特技が増えたり、そして新エンドがもしかしてあるかもしれないという可能性も出てきたということで、僕はですね本当にね、もうすでに神ゲーだと思ってるわけなんですが、ということで、まあ、いつもですねオリジナルリメイク遊んでどうしようかなって迷ってますってコメントいただくので、そういう楽しみ方もいいんではないのかなと。で金額で迷ってるんであれば、セールが来てから僕は買えばね、お財布に相談してからね買えばいいんではないのかなと思います。ということですね、まあ買いたいと思ったら、まあ買ってもいいんではないのかなと。ちょっとステイしようかなと思ってる方はですね、まあ、レビューというか、僕もですねクリアレビューとか結構早めに出るような、出しそうな気がするので、まあ、序盤がね楽しくて進まなかったら別なんですけども、まあ、それ見てからね買ってもいいかなと。とにかくねお財布をね事情をですねちょっと相談しながらですね購入してみてはいかがでしょうか。そしてね、ドラケ12の話もたまにしてほしいって言われることあるんですよね。でナンバリングの方が楽しみにしてるんですよという人も、まあそれいると思うんだよね。 HD2D リメイクも楽しみだけども、やっぱりナンバリング最新作やりたいんですよということで、いつね続報来ますかって結構聞かれることがあるんですけども、ちょっと12の話もねしていきましょうかということで、こちら見てください。堀さんの投稿なんですが、今年の5月の27日のですねドラケの日ということで、皆さんたくさんの、おめでとう、本当にありがとうございます。心配をかけているドラケ12ですが、実はさっきまでその打ち合わせをしてましたということで、またが詳しくは言いませんが、亡くなったお二人の遺作にふさわしいものと思って頑張るぞということでですね、まあこれ以前にですね、作り直しじゃないのかとかいろんなこと言われてたわけなんですが、この頑張るぞっていうのですね、僕ね当時言いましたけども、なんかやっとなんかこういろいろあったけど方向性決まったんじゃないのかなということで、こちらの動画見てください。斉藤陽介さんがですねドラケ10の秋祭りに登場ということで、堀さん見たんですけども、まあドラケ12の何かしらをやってるんではないのかということに匂わせということで、まあこれ台本に書いてることだと思うので間違いないのかなと思うんですが、他の動画でもねご紹介したんですが、もう一回見ていきましょうか。こちら見てください。まあまあちょっとこの春からね、まあ、堀さんとお仕事する機会がちょっと増えたかなというところで、はい、それ以上言っちゃうとなんか本当にまたずーとかピーとかになるんで、はい、このぐらいにしておきます。はい、なるほど、ありがとうございます。何かしら何かしら、ね、もうねえって言ってるじゃないですかね、これね。僕台本だと思うんだよね。ということで、まあネットでもそうなんですが、僕動画で言ったんですが、まあ斉藤さんがプロデューサーやってるんではないのかな、と任意やかなって言われてたんですけども、斉藤さんなんか関わってるんではないのかなということで、もう一度先ほどの、ね、投稿戻りますけども、これね5月の、27日ということで、なのでその打ち合わせをしてましたということで、ここにですね、はい、なんかね
堀井さんとなんかこの時期にね、斉藤さんが堀井さんと一緒に仕事楽しいんだみたいなこと言っていたので、まあ間違いなく斉藤さんが何かしらやってるんじゃないのかということで、まあプロデューサーではないのかなとネットで言われてます。ということで、まあこれがですね、まあ5月ということで、そうなってくるとですね、来年発売予定のドラケ1&2かドラケ12の続報は2025年5月の27日のドラケの日に来るんではないのかなということで、まあ画像が出るのか動画が出るのか分かりませんけども、まあ堀井さんの口からですね、先ほどの投稿と一緒でですね、何かしら12の今これぐらい進んでますよ的なことが話題になって、ネットで大変またですねトレンドインするんではないのかなということで、まあ来年の5月の27日には間違いなく、まあワールド2の話は来ると思うんですけどね、まあドラケ12の続報は堀さんの口からは最低でも語られるんではないのかなと思います。はい。でですね、2026年がドラケの40周年ということで、まあスクにもですね、今年からそうなんですが、まあ選択と集中ということで、去年が社長変わったんですが、いろんなことで手こ入れがあったということで、ちょっと3年間ちょっと待ってくださいよって言ってるんだよね。なのでまあこのドラケ40周年、2026年で40周年ですか、ね、ここにね多分何かしら用意したいと思ってるね、40周年なので。で来年が39年目なんですね、来年がね、2025年が。なので、まあ、ベストは2025年のドラクエの日にドドンと PV 的なものをドンと発売、2026年発表ドラクエの日40周年というのは、まあ、ビジョンとしてもしかしたらあるのかなという、まあ、そこら辺はですね、まあ、予想できると思うんですけども、そしてね、来年来る可能性があるとすれば、もう一つあるんですよ。こちら見てください。そしてこちらご覧ください。任天堂公式の投稿なんですが、スイッチの後継機の話なんですけども、やっと続報が来たということで、ネットでね大変話題になってたわけなんですが、互換性がありますよということで、ドラクエ3 HD2D リメイクなんですけども、スイッチね8年目のハードということで、ちょっとねロードがね、街から外に出るときに5秒6秒かかったりしたりするんですけども、もしかしたらグラフィックわかりませんけども、互換性があるということで、スイッチ攻撃だとロード問題もしかしたらちょっと早く、まあ、なるんではないのかなって動画でねちょっとご紹介したんですけども、まあ、この情報が今来るということで、来年ね発売かプレゼンテーションぐらいは来るんじゃないのかなって今ネットで言われてるんですが、まあそこでですね言われているのが、ドラケ1、2が来年発売ということでですね、まあ、任天堂でね、ドラケね、ああやってね、こう大々的に取り上げてくれるのでね、任天堂さんは。なので、もしかしたら、ロンチで発売される可能性もあるんではないのか。そして、来年本当にですね、発売されるんであればですね、もしかしたら、任天堂スイッチ後継機でドラケ12の発売も、もしかしたら来年発表される可能性もあるんではないのかということで、まあ、とにかくですね、来年なんですが、まずドラケの日、そして、任天堂スイッチの後継機じゃないですか、ドラケファンにすると。はい。で、ドラケ1&2が、多分ですけど、もしですよ、3月までに任天堂スイッチ後継機のプレゼンテーション的なものがもしあるとするじゃないですか、僕は高い確率でロンチというか、そのプレゼンテーションでドラケ1&2が披露されると思います。そしてもしかしたらドラケ12のですね、まあ、続報もそこで発表される可能性もあるではないのかなと思います。はい。で3月までドラケ1&2がですね、もし来年本当にね出るんであれば、スイッチ攻撃もプレゼンテーションが来年あるんであれば、まあドラケ1&2の続報はそこで発表される可能性もあると思うので、ドラケ12来たらね嬉しいですけども、まあね宣伝になりますよね、攻撃で発売ということになれば面白いと思うんですけども、どうなっていくのかという話なんですが、まあとにかくね来年なんですけども、まずドラケの日、そしてスイッチ攻撃だね、プレゼンテーションがもしあれば、そこでドラケ関係の何かしらは発表、 1&2 かドラケ12は続報として発表されるんではないのかなというお話でした。そして海外のですね先行プレイでロマリアがちょっと映ってるんですけども、とあるワンシーンがですね、こんなに豪華になるのかよということで、ちょっと僕びっくりしちゃったので、ちょっとそこねご紹介するんですけども、ちょっと見たくないって方はですね、ここで飛ばしていただいてもいいかなと思います。ほんとワンシーンちょっと映すだけなんですが、こちら見てください。海外の先行プレイなんですけども、ちょっと見ていきましょうかということで、いきますよ。これ階段映ってますよね、ちょっと階段ちょっと注目してほしいんですけど、これさ、階段ってさ、ちょっと今パッと思い浮かばないんだけど、なんだっけ、城の端っこの階段って、1回上がったら階段、1回上がったら階段みたいな、同じシーンが続くのでしたっけ、ちょっと今、パッと思い浮かばないんですけど、ちょっと見てほしいんですが、これ見てください、ここから。豪華なりすぎだろう。スクエニさん、いいけどスクエニさん、ちょっとここだけ力入れすぎだろうってちょっと思わない、ちょっとびっくりじゃん。すげえ、やっぱすごいよ。そりゃ、開発3年4年かかるよ。すごくない？この階段、ゴージャスになりすぎだろっていう。
すごいよねということで、皆さんね、あと4日でこんな新たなシーン、あのフィールドあるんだけど、フィールドもフィールドじゃない、あの船乗ってね、外からですね、ダンジョン見た時の作り込みとか、フィールドから見るね、ダンジョンとかもすごかったり、作り込みがすごいので、今作ですね、あと4日でこんなね、グラフィック、とんでもないグラフィックがね見れるということで、皆さんね楽しみにしていただけたら嬉しいかなと思います。皆さんお疲れ様でした。ということでですね、発売まであと4日ということでですね、売り上げ CM 効果もありますけども、ググンと伸びてるということで、どこまで伸びていくのか、そちらもね楽しみにしていきたいなと思います。まあ、そして予約済みましたか、大丈夫でしょうかということで、まあ、ただね平日なので仕事終わってからね買いに行かれる方の方が案外多いかもしれませんよね。ゲームショップね帰り寄ってきたよということで、パッケージ買いましたよということで、ただね、まあそうなってくると、いまだにですねプレステ5にしようかね、スイッチで買おうかって悩んでる方結構いらっしゃると思うんだよね。ただですね、やっぱスイッチはですね、まあ、気軽にできるということで、僕ね、おすすめしてますけども、まあ、ロード時間で言うとね、やっぱスイッチ8年前のハードなので、どうしてもですね、プレステ5に比べると若干遅いということで、街からね、外に出るのにね、5秒か6秒くらいかかったんですよ。で、プレステ5だとね、動画に出しましたけども、興味ある方はね、そちら見てほしいんですが、1秒ぐらいでした。で、戦闘もスイッチだと始めるときに2秒ぐらい、終わっても2秒ぐらい。で、プレステ5だと本当1秒かかっているかどうかぐらいだったので、ロード問題本当に気にしている方はですね、まあスイッチじゃなくてプレステ5でいいんじゃないのかなと思うので、皆さんのね、はい、プレイスタイルに合わせてね、どちらか買えばいいのかなと思います。ということで今回はこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。